こんばんは。今ですね、4月の9日の深夜1時回ったぐらいでしょうかね。ちょっと自分宮原4丁目に住んでるんですけど、その宮原4丁目の近くにですね、被害者がいるってことで前からちょっと情報提供があったんです。でちょっとね、今日はビラを配ろうかなと思って、選挙前なんでちょっと遅いんですけどね、この辺の被害者の近くのビラをね配ろうと思って持ってきました。場所はですね、これの近所の人は分かるように大宮北港のそばなんですけど、まあこっち側がセブンイレブンがありまして、こうね、でこうまあマンションがあって、こっちにはこう何ですか、ガソリンスタンドエネオスですかね、エネオスがある感じですね。今からちょっとビラを見せたいんで見てもらえればと思ってます。これは海外でもね被害に遭っている方と自分の情報を合わせたやつをね、3枚をセットにして配ろうと思ってます。50枚ぐらい配ろうかなと思ってますね。一応読もうと思ってます。すいませんです、いつもね適当な感じで。突然のお手紙申し訳ありませんと。3月2日と6日に日経新聞に載った集団ストーカーについて知ってほしく手紙書きました。迷惑でしたら本当にすいません。全国に約1000人近く被害者がいるらしいです。自分の場合 100% 創価学会によるものです。うちの母親は創価学会員です。 YouTube に自分のチャンネルがあるのでよかったら見てください。参考までに海外でも被害に遭っている人のサイトと電磁波による攻撃もあるので、その人のサイトも紹介させてください。これは自分の意思によるものです。強制されたわけではありません。自分の場合競馬の八百長も関係しています。まあ今日もやってましたけどね、その他でね、 YouTube の0318ファインモーションで、デンジャーのサイトはまあちょっとここに入るんですけど、自分とはもう無関係ですけどね、これ僕の住所と載ってます。でその人のサイトは一応ねちょっと配るんですけど、軽くこんな感じで一応ね、一応こういうホームページがあるってことで見てもらえば。でもう一枚がこういう感じですかね。あ、車が来てますけど、ちょっと怖がってますね。あ、来るんでしょうかね。まあ、映さないようにしたいと思います。これが一応、ホームページになってますね。これ、ホームページで。こう、下の方もこう、ありますので、ここですね。一応見ていてもらえれば。一応、参考までにですね、見てもらえればと思ってます。これをね、ちょっと50枚ぐらい、これから配ろうと思ってます。で僕その人に聞いたんですけど、ちょっと名前言えないんですけどね、怖がってるんで、なんかヘリコプターのやつとなんかデンジャーによって火傷してるっていう YouTube にアップしてますけど、これの地回りって言うんですか、地元のヤクザのね飯島会ってあるらしいんですよ、敵屋のね。それもなんか創価学会でグルでやってるって言ってましたね。それは間違いないと思いますよ。期日前投票行った時もやっぱり習いましてですね、去年は参議院選の西田先生の応援の学会員の方につきまとわれましたけど、まあ、テレビ映ってますから、テレビ局行って見れば分かるんですけどね、飯島会のこと言ったんですよ。なぜ期日前投票がないのかって言ったら、創価学会による集団ストーカーって言って、そしたらドキッとして顔にらみつけられましたんでね、彼は間違いなく飯島会だったんでしょう。で競馬の方もね、申し訳ないですね、3回連続でちょっともうオーナー関係ないんですけど一番人気裏切ってしまって、まあでも今日はねちょっと買っちゃいけないですよね。僕も買わなかったんで、で僕もツイッターなんかでねつぶやいてどうやって情報が漏れるか確認してるんで、これでもはっきりしたんでね、だいたいこういうおじさんの馬だった馬が出走するときは必ずアクセスがあるんで、でまたウイルスもね3回ほど恥ずかしい話感染しちゃいまして、気をつけるようにしてます。でまたチラシ配ったら家に帰ってね報告したいと思ってます。今から50枚ぐらいね配ろうと思ってます。それでは失礼します。で4月8日ですか、今日一応あ9日になっちゃいましたけど、まあある大物組長も出所するらしいんですけど、まあご苦労様って言いたいんですけどね、僕関係ないですけど、桜花賞もあるんですけどね、競馬の4年前の2007年は僕の誕生日で来たんですけど、まあ今度は来ないと思いますよ。まあタイミングよく一番人気が壊れたんですけど、まあ馬の足なんてね折ろうと思えば折れますから、腐ってもね、やぶ医者でも獣医の息子ですから僕は分かってるんですけど、まああえて言いませんけどね、まあ桜花賞もそうですけど、まあ皆さん長い目というかね軽い感じで見てください。でまあ、地方の方はね必ず勝ちそうな時は僕有志買いますのでね、今日はやっぱ買っちゃダメですよね。3月18日はまあ買うつもりでしたけど、27日も出したんですもんね。で今日も出して、いや買っちゃダメですよね、ちょっと人気強いすぎですよね、僕はそう思ってます。じゃそれで一回ね切ります、失礼します。